繋がってます。ルリちゃん、サホちゃん、そして和平くん、おはおはさあ、ポケモンカード略してポケカについての調査依頼なんだけれども、ルリちゃん、ポケモンは好きかな？はい、好きです。おお絶対そうだよね。だって多分これ下のポケモンだよね。ねえ、インテレオンいる？インテレオンとか、あ、カミコ、カミコ、ねえ。さあどう、まだポケカはやったことないんだっけ？はい、やったことありません。そっかそっか、ということでポケモン部に聞いてみようよ。ポケモン部頼む。なるほどです。さあ、ポケモンのね、ポケモンカード、ポケカといえばね、やっぱりポケモン部の松丸くんにお願いしたいと思います。はい、俺ポケモンカードやってないのもったいない。めちゃくちゃ面白いから今日はいろいろ教えていきます。じゃあまず3人に質問なんだけど、ポケモンカードの対戦で使うデッキ何枚あると思う？ルリちゃん60枚ぐらい。お、サホちゃんはどうかな？20枚。ワヘくんは20枚。おお、なるほど。じゃあね、これからポケカを楽しみたいおはとのために基本的なルールを解説していきます。楽しいね。はい、じゃあまずは基本情報からいきましょう。うん、まずですね、基本のデッキ枚数、正解は60枚なんです。ポケモンのカードと、あとはエネルギーのカード、そしてトレーナーズのカードの3種類で構成されています。全部で60枚、それがデッキになるんです。なるほど。はい、ってことでですね、まあ、いろんな組み方あるし枚数自由なんだけど、僕のおすすめはポケモンのカードが15枚で、デッキを支えるトレーナーズが30枚で、技を打つのに必要なエネルギーが15枚。これが松丸的おすすめ構成です。なるほど、これはいい情報だね。うん、じゃあさ、今現時点で一番最強と言われてるデッキって何だ？いい質問だ部長。あの、実はポケモンカードの面白いところなんだけど、最強のデッキっていうのが存在しないんです。しない。あ、そうなんだ。そう、最強って言えないんだ。言えないです。だポケモンの強さはいろいろあるんだけど、いろんなカードで強化できるっていうのと、あとはポケモンのね、カードにね、必ず弱点、まあ、ほぼ全てのカードに、ね、弱点っていうのがあって、例えばピカチュウだったらこの糖タイプのポケモンを打つと2倍のダメージが与えられるんです。はい、だから自分の好きな主役ポケモンを決めて一番輝けるデッキを作る、それが一番いい楽しみ方かな。なるほど。じゃあ自分が好きなポケモンを軸にして、そのサポートとかを寄せ集めて最強のデッキを自分で作るわけだね。そうです。なるほど。だからね、例えばルリちゃんが大好きなインテリオンもあるんだよ。インテリオンかっこいいじゃん。かっこいいでね、これめっちゃ強くて、僕何回も負けたことある、このデッキに。強いんだ。いいじゃん、いいじゃん。ルリちゃんどうですか？どう、ゆりちゃん聞こえてる？やってみたくなった？はい、やってみたくなりました。いいね。ぜひね、自分の好きなポケモン輝かせてください。バトルについてはまた次回お伝えします。はい、はい、さあ、そしてですね、現在登場中のコロコロ1番12月号ではポケカ25周年を記念しまして、いろいろなポケカグッズが当たるポケカスペシャル大放出プレゼントを開催中。ポケカ25周年を記念した拡張パック 25th Anniversary Collection には、かわいいピカチュウやかっこいいピカチュウなど、いろいろな種類のピカチュウカードが収録されているぞ。
ちなみに僕のおすすめは博士の研究とポケモンのミュウですね。はい、いろんなデッキに入るカードなのでぜひ集めたいです。はい、ということでルイちゃん今日はナイスね。ちょ最大だったぜ、ありがとう。 Thank you very much。 よいしょ。さあ、ということでみんなもぜひコロイチも読んでポケモン最新情報チェックしてくれよな。さあ、続いてはこちら、これすごホビー。今回のこれすごキーワードはこちら、自由自在に楽しめる。さあ、自由自在に楽しめるって一体どういうことなんだろうね。今回はカンナと池崎が体感していってくれたぞ。さあ、それではどうぞ。ナイス。とある部屋で池崎を待つカンナ。パンシャ、いやー、おい、よろしくお願いします。池崎さん、おい、呼び捨てで来いよ。池崎、うん、さん、おい、真面目だな。今日ですね、一緒に紹介する商品はこちらです。ドーン。何ですか？コロナスイッチポケモンだ。考える、組み立てる、試す、直すといったプログラミング的思考力が身につくチーク玩具、コロナスイッチポケモン。このホビーのこれすごポイントは、説明書がなくても自由な発想でコースが作れること。その数は無限大。遊ぶだけでプログラミング的思考力も身につくこれすごホビーなのだ。そして今回池崎とカンナが協力してとんでもないオリジナルコースを作り上げたぞ。それがこれだ。名付けて空前絶後、絶対にアルセウスゲットしてやるカンナコース。説明書を一切見ずに作り上げた超巨大コースだ。まずはカンナ考案超急なスロープを飛び越えて上に登っていくコース。でもどうやって上に上がっていくのか、ここがこれすごポイントなんだ。いいね。で、ここに何かあったらさ、最高じゃん。いいね。あ、そいつ使おう。カンナが手に取ったのは EV のスピードスター。ボールがこの棒に当たると回転して上にあるボールを発射させるスイッチ。これを使えばコースを2段にして楽しむこともできる。そして今回のコースの最大の見せ場が、超ロングを最後走ってゴールしたら気持ちいいと思う俺は。池崎渾身ロングストレート。なんと全長1メートル24センチのストロングタイプ。このこれすごポイントがピカチュウのスイッチ。ボールが降りてくると モンスターボールの中からピカチュウが飛び出して超加速するぞ。果たしてうまくいくのか。まずはこのゴンベゲットして、その次はこれ。もうこっちも道取り半端じゃないから、これすごい。超ではかんな、レッツゴー。いけ、おー、すごい。よっしゃー、完璧。じゃあカンナ、アルセウスゲットしろ。いきます。まだですね。オッケー。おー、いける、いける、いける、絶対いける。お腹にストーン。あ、いった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 。最初は結構初めてだったので作れるかなと思ったんですけど、そう、ね、意外とめっちゃいいので作りました。説明書とかないじゃん。だけど簡単にこうポコポコ組み合わせて、もう慣れたらどんどん作れるようになるからめちゃくちゃ楽しい。じゃあ今回大成功でした。はい、せーの、アルセウス。コロガスイッチ楽しかったかんな。はい、みんなもコロガスイッチで遊ぶんだかんな。いいね、やってよ。さあ、ということで金曜日恒例朝から元気が出るポケモン顔モノマネ、池崎やらっけ。おー、え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 ー
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。記念イベントノーリミットハロウィンが開催中。歴代最強ゾンビが集結。最強ホラーの連続に恐怖のリミッターが外れちゃう。ドキドキ満載のハロウィンホラーナイト。さらに NiziU の楽曲フェスタとコラボレーションしたノーリミットタイム。はちゃめちゃ仮装のミニオンたちと超熱狂できちゃうぞ。他にもちょっぴり怖いのにとびっきり可愛いハロウィン仮装のキャラクターたちがパークでお出迎えしてくれる。開催期間は11月7日まで。限界突破の最強ホラー&熱狂体験あふれる20周年のハロウィンを大歓しよう。ねえどう、めっちゃ楽しそうだよね。はい、もう一緒に仮装して楽しみたいです。いや最高。さあノーリミットハロウィンは11月の7日まで開催中ですよ。みんなもね、おはどものみんな USJ 最強のホラーと熱狂体験しに行っちゃおうぜ。はい、お次はこれだ、謎解キングダム。昨日はゴールデンカメレンスに邪魔されて謎解けなかったけど、今日は絶対に解くぞ。みんな出発だ。謎解キングダム第3の時計台にやってきた松丸くんたち。ゴールデンカメレンス、そんないたずらで勝ってもかっこ悪いぞ。正々堂々勝負しろ。しょうがない奴らだ。この難問で勝負だ。望むところだ。切り替えタイプに変化したゴールデンカメレンスも謎解きが解ければ科学者に向いているかもしれないよ。問題が出てくるよ。2つのイラストの間にある6文字の言葉は何だろう。みんな力を貸して。ちょっと待って、2時と9時の時計はなさそうだよね。他にこの2つを表すものってないかな。12時。あーなるほど、大吉だ。大吉。6時と12時の時から。さあ選択の時だ。待って、右上に虹、左下に富士のイラストがあったね。二つの間には紙飛行機のイラストがある。だから6文字の言葉は紙飛行機だ。紙飛行機かい。よし、謎解きクリア。これで時計の針を直してっと。おお、なんかすごそうな箱が出てきた。この中にお宝アイテムが入ってるんだね。あれ、宝箱はどこに。これは俺がいただいた。あばよ。横取りなんて、なんてずるいやつなんだ。絶対に取り返すからな。果たして取り戻すことはできるのか。みんなのごちそう戦士、コテアルポーク。鉄鋼戦です。コテアルポーク、ソーセージ界のカリスマ、ポリスマ、コテアルポーク。お残しと今何時。ソーセージ、ごちそう戦士。ごちそう戦士はコテアルポーク。マイマイマイ、ユネキュ。みんなのごちそう戦士、コテアラポーク。先生になります。毎朝、はい、アラビキ、ガブリエ、コテアラポーク。コリー、たまコテアラポーク。え、何時だと思ってるんだ。ソーセージ、ごちそう戦士はコテアラポーク。マイマイマイ、ユネキュ。今夜のおかずは豆腐が一丁。となったらレンジのすすめ、豆腐を入れてチンするだけ。はい、麻婆豆腐よ。なかなかにエンモエンジ。よし、卵。
ン、チャーハンの素、だっ炒めるだけ、このうまさは、おい、チャーハンだよ、チャーハンの素なら長さに、うまい。今日のお天気です。福岡から名古屋は日中日が差すでしょう。東京は雨で、札幌も昼頃から傘の出番となりそうです。以上お天気でした。ありがとうな、うん、さあここで今日のハッシュタグおはっタイム。この後のテレビ画面を撮影してツイッターにアップすればスペシャルプレゼントのゲットチャンスだ。さあ今日のプレゼントはこちら、ポケモングッズの現在登場中メガコンストラックスポケモンアドベントカレンダーと金曜メンバーのサイン入りパネルを1名様にプレゼントしちゃいますよ。カンナのポケモン部屋、今日はどんなポケモンと一緒なのかな。それじゃあカメラの準備はいいかな。制限時間は5秒間、テレビ画面を撮影してね。それじゃあいくよ、せーの、おはずさーん、5、4、3、2、1、0。空中散歩だね。さあ今撮った写真を朝の8時までにツイッターにアップしてね。で今出てるこの文字も忘れずにタグ付けよろしく。はい、この後は3時のヒロインのポケモン、花の可愛い写真が撮れたかな。先の見えないこんな時代、投資なんて関係ない、そう思っていませんか。一見無関係に見えるものも角度を変えると、ほら意外と関係ある話。始めるなら逆に今じゃないですか。逆にありなのかな。10月6日から日本郵政株式の売り出しが始まりました。株式に関するお問い合わせはご覧の証券会社まで。おすいもの、今日は炊き込みご飯出番ですよ。はい、相性もぴったり。あ、松茸の香り、松茸の味、吸い物7000円。豚肉、キャベツ、とくれば焼きビーフン、焼きそばとは違う美味しさがビーフンだ。うるめー、体に縁の重く焼きビーフン。楽しみながら謎解きゲームができちゃうよ。体験版で挑戦だ。心が動いた体験はずっと残る。楽しい学びでその先へ。新規入会受付中。カンナのキラパー生役くん、あさって日曜のキラパーは第16話、雪の魔法を使いこなせ。雪の魔法ってことは、そう、私小雪が大活躍する回だから絶対見逃しちゃダメだよ。小雪はたまにハムスターっぽくなるのにも注目。キラパーは日曜朝9時から。今週も見てほしいハム。3時のヒロインのアニポケショー。さあみんなで今夜放送のアニポケを紹介していくよ。イエーイ。今回登場するのはクービンよ。なるほど、大食いポケモンね。いやあれ大食いのためにスプーン持ってるわけじゃないの。どういうポケモンなの。クービンは念力ポケモン、強力な超能力を操るポケモンで、テレポートもできるらしくて非常に高い知能を持っているのよ。その知能指数はなんと5000とも言われているわ。すごいね。まあこの3人だったら私が一番似てるね。頭いいし。ええー、何を。じゃちょっと見てくださいよ。風鈴ってこんな感じでしょ。やばいよ、やばすぎる。学校の宿題が終わらないよ。その年で小学生の設定無理あるんちゃう。もう算数難しすぎ。この時風鈴がいてくれたらな、計算なんて速攻で終わらせてくれるんだろうな。そんな都合よく急に出てこないでしょ。テレポート都合よく出てきた。何じゃない、ナイフとフォークになってる。間違えちゃった。食いしん坊みたいになっちゃってるから。あなた本当にフーディン。なんなんなん、見ときなさい、このフォークとナイフがスプーンになるから。マジ超能力者、やっぱりフーディン。君、僕のことを呼んだでしょ。そうそう、
算数の問題が難しくて高い知能を持つフーディに解いてほしいんだ。任せなさい。どんな問題だね。167+98+56-39 は確かに暗算では難しいな。167+98。 電卓使ってみよ。17。ほんと全然ちゃうよ。282やから。ちょっとあんた偽物じゃない。いやほんとフーディンだから。しょうがないな。超能力といえばスプーン曲げ。特別に見せてあげよう。確かに超能力を使えれば本物ね。いくよ。えい、めちゃめちゃ手使ってるやん。あんたの風にめちゃくちゃやから。超能力難しいね。さあここからは今夜のアニメ紹介しちゃうわよ。ポケモンワールドチャンピオンシップスに向けサトシとゴーはコルニの元を訪れる。そこでメガ進化の鍵となるキーストーンを受け取ったサトシ、メガ進化に必要なメガストーンルカリオナイトをゲットしようとメガ島へ向かう。サトシとルカリオはメガ進化を習得できるのか。ルカリオナイト見つかるといいね。どこにあるんだろう。じゃあ今日はここまで。今夜のアニメをお楽しみに。さあ、まともなルリちゃん、サホちゃん、ワンヘイくん、今日はどうもありがとう。ね、来週からハロウィンなんだけどさ、3人は仮装する予定とかある？ある？まあ、何する？猫の仮装します。猫かわいい。いいね。さあ来週からねハロウィンウィークということで、おはっさのセットもハロウィン仕様でお届けするから、みんなお楽しみに。猫の仮装なんてかわいいね。かわいいよ。俺たちもなんか仮装できたらいいかもね。さあということで、みんな最高の週末を。それじゃあせーの、 See you next week。 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ジンガーテレビモーニング、略してシンモニ。体で音を鳴らしてみるよ。どんな音がするかな。ねえねえみんな、今日は何をして遊ぶ。じゃあじゃあダンスはどうかな。おお、いいね。でも僕は楽器を演奏してみたいな。ドラムをタタタタンってさ。じゃあどっちもやってみましょうよ。どっちもってそんなことできるの。うん、できるよ。手を叩いたり足でステップを踏んだりすると音が鳴るよね。これなら自分の体で楽器を演奏できるし、ダンスもできるよ。確かに、それならたくさんの音を出せそうだね。それじゃあみんなで音を出して踊ってみよう。いくよ。タンタンタン。いいね。タンタンタン。いいね。じゃあ次はマリナちゃん。オッケー。タン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 。じゃあ次はケイン君。オッケー。ポンポン。最後は猫魚くん。とっておきのステップでかっこいい音を聞かせてあげよう。いくよ。せーの。お腹鳴っちゃった。あーまずい。盛り上がってたのに静かになっちゃった。猫魚くんすごい。お腹の音を鳴らすなんて。鳴らそうと思ってもなかなかできないよ。そう、まあね。わざとわざと鳴らしたんだよ。本当はただお腹が減っただけだったりして。いく。早くお昼ご飯にならないかな。ひんもに、また見てね。前世と現世、2つの